皆さんこんにちは、猫背のアジト、医学療法士の小峰武明です。今日は反り腰改善に向けたエッセンスを一つ紹介していこうと思います。反り腰で日常生活困ったっていう方はなかなか聞かないんですけれども、意外と反り腰の悩みというのは多く聞かれていてですね、実は反り腰が発展していくことで X 脚になって膝を痛めてしまったりとか、足が内側にぐっとねじれることで扁平足とか外反母趾につながっていって痛みだったりとか歩きにくさ、そういったところにつながる方も多くいらっしゃいますので、ぜひこのね反り腰でお悩みの方はですね、今の段階でしっかりときっちりね直していくことをお勧めいたします。反り腰に対してのアプローチと聞くとですね、大体ももの前の筋肉を伸ばしましょうとか腹筋を鍛えましょう、そんなアプローチ非常に多く聞かれるんですけれども、実はそれだけでは治ってない方っていうのが非常に多くいらっしゃるんですね。そういった方向けにですね、今日は股関節へのダイレクトアプローチを行って反り腰改善につなげていこうかなというふうに思っております。反り腰に対して股関節のアプローチっていうのを初めて聞いたよとか、今まで実践したことなかったなという方は、この動画が皆さんの反り腰解消につながる、もしかしたら大事なエッセンスにもつながると思いますので、ぜひこの動画を最後まで見ていただいて、健康的な体の習慣ですね、姿勢を手に入れていただければと思います。反り腰の原因を考えるときに、もちろんいろんな理由はあるんですけれども、特にですね、今日お伝えしたい内容としては、この股関節の後ろ方向への動き、曲げる方向というのは皆さん動かしやすいんですね。こちら屈曲と言います。逆に後ろに行く方を伸展というんですけれども、伸展の可動域が失われている方、特に可動性が狭くなってしまっている方はですね、例えば歩いたりとかするときに足が後ろに行くフェーズでですね、足がこっちに動かないので、骨盤を前に倒して腰を反らせてですね、あたかも足が後ろに行っている状態というのを作り出す。こういった内障がですね、実は反り腰を作る原因になっているんですね。足が後ろに行かないのは、前側の筋肉が突っ張ってしまっているから、ここが後ろに行かないよねっていうことで、前側の筋肉をストレッチをするんですね。そして骨盤が前傾をして腰が反ってしまうので、そうならないように腹筋を鍛えて骨盤を後ろ側に倒そう、後傾させようというアプローチが、腹筋を鍛えようっていう風な形でよく言われているんですね。ただここの股関節がしっかりと動かないっていうところの原因に対してのアプローチには直接的にはなっていないケースっていうのが実は多いんです。なので今日はこの股関節自体にアプローチをかけていきながらですね、反り腰を改善していこう、そんなエッセンスをお伝えしていこうと思います。今日はですね、こういったね、ちっちゃなボールを2つご用意いただければと思います。これはテニスボールとかでも OK です。もしないよという方はペットボトルを2つとかでも OK です。ただここがね、少し柔らかくなくてしっかりと硬いタイプのペットボトルをご用意いただければと思います。ただそんなこと言ったって手元にないよという方もいらっしゃると思うので、そういった方は自分の拳をですね、このボール代わりにしてアプローチをしていこうと思いますので、手ぶらでも大丈夫です。今日やっていくアプローチはですね、ここの股関節の後ろにですね、ボールを当てて、ここの後ろの繊維だったりとか組織を柔らかくしていこう、そんな簡単なアプローチです。実施前後での体の状態というのを確認したいので、ぜひこのようにですね、一度膝立ちの状態から一歩足を前に出したランジのワークですね、で腰が反らないかとか、どれぐらい重心が前に持っていけるか、そんなのを少し確認をしてみてください。これは実施後にですね、またチェックしようと思いますので、今の状態を覚えておいていただければと思います。では早速やっていきます。まず仰向けになっていただいたら、膝をこのように立てましょう。そしたら先ほど私が図で示したポジションにボールある方はボールを入れていただいて、ない方はご自身の拳グーにしていただいて、この凸凹の山がですね、お尻に当たるような状態を作ってください。この状態でもうすでに痛みがある方はそのまま体重をかけておくだけで大丈夫です。まだ余裕があるよという方は、ここからですね、膝を開いていただいた状態で左右にゆらゆらしてみましょう。こういう感じゆらゆらしてみましょう。そして痛い場所がだんだんほぐれてくるとですね、その痛みが軽減していきますので、そしたら今当てている場所をちょっと上にずらしてみていただいたり、少しね、場所を変えていく中でより硬い場所というのをほぐしていっていただければと思います。この股関節の後ろというのはたくさん筋肉がね、実はついています。
そして靭帯等の豊富だったり関節包といった股関節を、ね、包んでいる、軟部組織もありますし、こういったところがですね癒着して硬くなっていくと股関節の動きというのが制限されていきやすくなりますので、このように徐々に徐々にほぐしていってあげてください。少しまたね部位を変えていきながら痛い場所をリサーチして、あそこがほぐれてきたなと思ったら違う部位に動かしていきましょう。あまり細かな部位ですね、ここじゃないとダメだよというのが今日はないので、特にこのお尻側の硬い部分というのを探してみていただければと思います。ちょっと手が疲れたなという方は手を解放してもらって楽にしてください。こういったねボールがある方はですね、そのままボールを預ければいいので、手はね楽なポジションに置いといていただいて OK です。そしたらですね、今度はここから閉じて開いてを繰り返していきましょうか。閉じて開いてを繰り返しましょう。ご自分のペースで OK です。大体どれぐらいやればいいですかっていう話も質問もよく聞けるんですけれども、まあ大体ですねお時間としては 1,2 分でも結構なんですが、この辺がすごく凝り固まっている方はですね 1,2 分ではちょっと足りない方もいらっしゃいますので、少し当てがっている部位ですね、拳だったりとかボールを当てている部位の痛みがちょっとずつね軽減してくるところまで続けていただければと思います。そして1日で全部解消しようと思わずにですね、日々続けていく中でですね股関節の柔らかさが出てくると思うので、徐々に徐々に無理のない範囲で進めてもらえればと思います。では一度ボールないしは拳を取っていただいて、そのまますぐに起き上がるのではなくて、少し膝を左右に倒して腰をね少し鳴らしてからですね起き上がるようにしていきましょう。横向きを経由して頭が最後になるように体を起こしてみてください。そうしましたらもう一度ランジですね、膝立ちの状態で足を前に出して、このねももの前の突っ張り感、そして腰がね反らずに重心前持っていけるかな、そんなのを確認をしてみてください。スタートと今の状態とではかなりね状況が変わっていると思います。そして実施していただいた後にはですね、立ち上がっていただいて歩いてみていただくことで、いつもよりも歩幅が広がっていたりとか反り腰が軽減している方多くいらっしゃると思いますので、このように簡単に寝転がってゴロゴロするだけでね反り腰改善につながっていく大事なエッセンスになりますので、ももの前の筋肉を伸ばす、腹筋を鍛える、これもすごく大事なんですけれども、それと合わせて今日のエッセンスをね取り入れてみていただければと思います。この動画だけではちょっと分かりにくかったよという方はコメント欄にねご質問いただいてもいいですし、概要欄にですね公式の LINE がねありますので、そちらからお問い合わせいただいても OK です。そしてフルボディワークアウトオンラインでは、決まった曜日決まった時間に皆さんがオンラインのトレーニングルームに集っていただいてですね、楽しくワイワイ健康的になるためにエクササイズ運動していこう、そんなのを展開しております。プログラムの内容はですね、曜日によってテーマだったりとか、日によってですね、負荷量とかのことになったりはするんですけれども、こういったですね、姿勢改善のエッセンスだったりとか、もう少し激しくね、体を動かしていく、そんな日もありますので、ぜひ興味がある方は合わせて概要欄からチェックをしていただければと思います。猫背のラジオでは、姿勢改善につながるエッセンスをですね、YouTube チャンネルの中で配信していますので、見逃しのないように、下の猫ちゃんの方からチャンネル登録をお願いいたします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。